駅前シネマは、かつて、石川県金沢市笠市町6の10にあった映画館。日本映画の黄金期である1958年に、開館した。開館当初は、放課の2番館であり、1970年代の日活ロマンポルノを経て、成人映画館に移行し、2020年3月31日を、もって閉館した。土曜日は、オールナイト上映を行っていた。 入館料は一般1,500円、学生と60歳以上1,100円であり、18歳未満は入場不可だった。金沢大学の男子学生が切符無ぎりのアルバイトを務めることが多かった。2006年時点では、ロビーの売店であん、パン、サキイカ、バターピーナッツなどを販売していた。人気が高かった、梅宮達夫日本映画の黄金期である1958年。 藤岡美希屋によって国鉄金沢駅近くに駅前シネマが開館した。この時期には全国各地で映画館が開館ラッシュを見せており、1960年には日本の映画館数がピークを迎えた。駅前シネマは開館当初から2番館であり、最低料金は55円という安さだった。後に支配人を務める藤岡紫郎は、 駅前シネマを開館させた祖父について映画への特別な愛着があったとは思えない。儲かる商売として始めたわけだと語っている。1963年には高校生だった藤岡紫郎が駅前シネマの番組編成を担当し始め、金沢大学法文学部在学中には支配人に就任した。百六十四年に特に入館者数が多かった番組は、 大盗賊、続くてなもんや三度かさ、銀座の二郎町天下の一大寺の三本立て、恩密剣士、モスラ対ゴジラ、三匹の侍の三本立てだった。1966年に特に入館者数が多かった番組は、氷点、どこへ、日本一の、ゴリガン男の三本立てだった。1959年の秋人皇太子ご成婚、頃から白黒テレビが、 一般家庭に普及しだし、1964年の東京オリンピック頃からカラーテレビが普及しだしたため、1960年代後半には金沢市内でも2番館が相次いで閉館した。社長である藤岡幹也も赤字となる映画館に見切りをつけようと思っていたが、支配人の藤岡紫郎が引き止めて営業を続けた。1968年頃には、 不良の溜まり場を目論み、高校生や中学生を意識した番組編成を心がけて、風切り時には振るわなかった作品を組み合わせて番組を組んだ。一晩で学生ら500人が詰めかけたこともあったという。駅前シネマでは、鶴田浩二や勝新太郎や石原裕二郎などは、受けが悪く、逆に渡り哲也や梅宮達夫などの人気が高かった。 1970年に大英と日活が手を組んで、発足した大日英杯は、駅前シネマの路線とうまくマッチしたが、大日英杯の配給事業は1年ほどで崩壊し、日活は1971年に、日活ロマンポルノの制作を開始した。駅前シネマが初めて上映したピンク映画は1964年の0歳の女であるが、 1965年と1966年は、それぞれ一番組だけ、1967年と1968年には一本も、上演していない。1971年に、第日英杯が崩壊すると、苦肉の作として、ポルノ映画を多数上映するようになり、日曜日から火曜日の3日間は、一般映画、水曜日から土曜日までの4日間は、 ポルノ映画という番組編成を行った。放課の2番館からポルノ映画の2番館に大きく、舵を切り、日活ロマンポルノなどのポルノ映画を上映した。閉塞感の漂っていた駅前シネマにとって、日活ロマンポルノは、救世主的存在であった。1973年には、藤岡紫郎が、駅前シネマの社長に就任。祝日の前日夜には、 駅前シネマ特別オールナイトを開催するようになり、一人の監督の作品を5本、または6本まとめて上映した。1976年6月には、陣代達美監督の、かぶりつき人生、一条さゆり濡れた浴場、白い指の戯れ、恋人たちは濡れた、4畳半襖の裏割り、青春の砂鉄6本立てが500人以上を動員して、最高記録となっている。 1970年代後半には東勝や新東宝や東映もポルノ映画に力を入れるようになった。1970年代末には日活ロマンポルノの影響力が相対的に低下し、東映のポルノ映画を多く上映するようになったほか、新東宝の作品を主体とする番組編成も増えた。金沢東映では東映のポルノ映画を上映しないことも多く、駅前シネマが 風切りの場となる投影作品も多かった。1978年10月には、駅前シネマニュースを創刊し、上映作品案内に加えて、映画批評も行った。藤岡村咲郎や、フリーライターが映画批評などを行っており、石川県外に住む愛読者も多いという。ネオンが輝く駅前シネマ1980年代に、 なると、日活ロマンポルノが長楽の一途をたどるようになり、日活直営館である、金沢日活よりも駅前シネマの方が、観客数が多いという逆転現象が起こった。1983年2月には3本立ての1本として、公開したザオナニーが、会心のヒットとなり、これ以後の4から5年間は、キネコ作品が工業の柱となった。 1988年6月には日活が日活ロマンポルノから撤退したが、駅前シネマが最後に日活ロマンポルノを取り上げた番組は17年間でワーストの興行成績に終わった。1997年10月11日には金沢市発のシネマコンプレックスとして旧スクリーンのルネス旧シネマが開館した。1998年3月14日には 金沢都市圏の石川郡の野の市町に8スクリーンのワーナーマイカルシネマズ五教塚も開館。これらが理由で金沢市街地にある既存の映画館が建て続けに閉館した。1991年には映画芸術1月号で映画評論家の寺脇健と論争を繰り広げた。1993年には映画芸術3月号で寺脇が 観客論を展開したが、支配人の藤岡紫郎は、映画芸術4月号の紙面上で、寺脇の主張に反論した。1998年には支配人の藤岡紫郎が、地元出版社ののと印刷出版部から映画館番外治療式への挑戦を刊行した。藤岡紫郎は、石川県工業生活衛生同業組合で10年間に、わたって理事長を務め、 2011年には、四十報奨を受賞した。2004年から2007年にかけて、金沢大学が郊外に移転し、学生の観客が減少した。成人映画を鑑賞する若者は減少し、観客の高齢化が進行していた。デジタルシネマ化の波は、成人映画業界にも押し寄せ、数年前から、フィルム作品は制作されなくなっていたため、二千十年代後半からの、 上映作品は10から20年前の旧作が中心となっていた。2020年時点の観客数は休日が70から100人、平日が40から50人であり、同年夏の2020年東京オリンピックをめどに閉館する方針を固めていた。しかし、同年2月頃から流行した2019、新型コロナウイルスの影響で通常時の3割から4割は、 観客数が減少した。支配人の藤岡の体力面の不安などもあったことから閉館時期を早めて2020年3月31日をもって閉館した。映画黄金期の昭和30年代から営業を続けていた石川県最後の映画館だった。また、北陸4県で営業を続けていた最後の成人映画館だった。フィルム上映を専門とする成人映画館は、 駅前シネマを含めて4巻のみだった。閉館後の駅前シネマの建物は取り壊され、跡地にはマンションが建設される予定である。ありがとうございます。